こんにちは。FEEです。小泉です。シェリーです。ショーです。ペイジです。はい。というわけで、今回 FEE メンバー1人増えて4人になったということで、ここで改めてね、今後の活動計画みたいなものを今日は、こちらにご飯用意しましたんで、これをね、食べながら、ゆるく、話していけたらいいかなと思ってるんですけれども。なるほど。いいね。そう。やっぱ、楽しみ。あ、早く行って。ピザ好き。ピザ。もう待ちだから俺。どうでもいいじゃん、話すこと。ずっと待ってるんだ。じゃあ待ちきれない人もいるので、早速ね、食べながら話していきたいと思います。それでは、行きましょう。レッツゴー。はい、じゃあとりあえずね、始めていきたいと思います。持ってるやつを連絡あれ始まってなかったっすか？始まってないから仕方ない。いや、とりあえずね、まずは乾杯から。いや、でもみんな気づいてないかもしれないけど、一個ないから。本当だ。これ誰か言ってます。ゲージ君だこれ。俺だ。乾杯しよう。じゃあまあとりあえずちょっと乾杯しましょう。乾杯しよう。はい、じゃあ乾杯。乾杯。乾杯。まあ、今回は、ケージの歓迎会も兼ねてるので、そうね、そういう趣旨です。いや、まずは、まあ、ケージも加入したことだし、FENE 入ってみて、どうですか？ケージに？そう。なんかやっぱり、発表するとなんか、時間はかかる。なんか、俺、メンバーなんだなって。なんか今までもう手伝いとかで一緒にいたんだけど、なんかイケアの動画とか映っとる。そうだね。そうだね。結構出演回数多いね。何気に。そう、なんならだってそのドローンの撮影の時もカメラ回してくれてたよね。ああ、そうだ。ビハインドで。そうだ。ずっとおるやん。そうだよ。ずっといる、ずっといる。変わんないけど変わったみたいな感じかなと思います。うん。まあ、ケージは入ってきてあれだったけど、どうですか他のメンバーは。ケージが入ったことでなんか、もう僕はもうそのケージを一番入れたかった人なのでもう嬉しい感じです。なんか、はい、さらに楽しくなったかな。千里は雰囲気が明るくなった感じがする。確かに、そうだよね。そうだと思うよ。本当はネクラの3人ネクラさんの目明け位置だから、そう、やっと明るくなった。そう、なんか動画撮っててめちゃくちゃ思うんだよね。なんかその、ああ、前回のそうもんね。ああ、そうだね。確かに。なんか全然3人で撮ってる時もまあ別にさ、あの、明るくないわけではないけどでもなんかその違うよね、レベルが。そう、なんか違う、本当に。そう、だからなんかすごい MC 側っていうかさ、こうやって喋る側としてはすごいありがたい。そうそう、なんか何でも拾ってくれるし確かに確かに。だからすごいね、大助かりしてますね、そういうところで。今後何していきたいかって話になると、ライブはやりたいよね。そうだね。できるだけ早くなるべく早くね、ライブしたいな。多分こいつはなんでライブ宣伝やって思われてるかもしれんけど。でもそうだよね。確かに、ね、いろいろ考えてるわけですよね。バンド感ないもんだよ。確かに。まあそうだね。音源は出してるけど、でもやっぱライブ見たいもんね、自分がお客さんだったら。ああ、確かに。そうか、確かに。目の前で演奏してるところとか歌ってるところを見たいなって、ファンだったら思うからね。ライブじゃなくても配信とかもできるし、インスタライブとかでもできるし、まあまだね、そういうライブ配信みたいなのは全然やってないけど、そういうのも今後はやっちゃう、やってもいいんじゃないですか。わかんないですけど、検討しましょう。よう、検討しましょう。逆にライブ以外にさ、やりたいこととか、あるの？まあ、リリースしたいな。そうだね。まあ、デイドリーム出して、その次の作品。まあ、ケージが入ってから、一発目の作品。
その辺もね、ちょっと、なんか出したいなとは、思ってはいますけれども。まあ、実際今は制作中で。はい。制作中で。ということで、出ます。うん、時が経てば時が経てば出ます。あと何かやりたいことある？じゃあ千里はガチで考えるよね。あ、真面目な話するよ。やりたいことは本当の会議になっちゃう。本当の会議。やりたいことね、こういう動画もいいけどさ、もっと歌の動画見たいです。なんかやっぱさ、こんな素敵なボーカルだからもっと聞きたい。ああ、まだその素敵度合いが伝わってない、うん、なるほどね。もともと俺のこと知ってくれてるファンの方とか人とかに知ってほしい、どれだけ素敵なボーカルか、うん、ああ、なるほどね、うん、そうそうそう、だからなんか歌ってほしい。わかりました。はい、お願いします。全世界にね。2023年歌います。歌います。今まで歌ってなかったみたいな感じだけど、それだと誰かレコーディング歌ってましたか。実はとかなってた。確かにレコーディング風景もね、あ、出てないね、うん、まだちゃんと。ああ、確かに。あ、そうだね。あ、そっか。え、本当に歌ってないみたいにさせられてない。え、あのさ、千里の動画にはさ、歌レコーディングのさ様子って入ってた？ずっと俺だけ映ってる。声だけ。そっか。じゃあかっこいい姿入ってないんだ。入ってないです。しかも歌っとるところって一個も出てない。確かに、確かに。そうだね。確かに。あれ、それはまずくない？あれ、あれ。あ、ほんとだ。ギターは弾いてるところは。うん、結構。嘘の可能性ある。確かに。なんか、作るか。実際にやってるよっていうところ。それこそ弾き語りとかでもね、そういうこと撮っちゃってもいいよね。まあ自分らの曲でもいいし、カバーとかそうだね。ね。ああ、なるほどね。うん、そういうのもいい。結構、あ、どうなんだろうね。やっぱまずは自分たちの曲を聴いてもらった方がいいのかな。本当に歌ってるかどうかを確かめる意味でも。同じ人だもん。あ、同じやん。本人じゃん。でもカバーだとね、良さがもっとわかると思う、多分。なんか、やっぱ、いろんな人が歌ってる中で、この、どれだけすげえかっていうのが、激推し。激推し。ありがとうございます。じゃあ、多分ね、出るんじゃないですか、そういう動画。出るんじゃないですか。ぼちぼち。まあ、てか、ここまで来たら、出るでしょ。まあ、そうですね、まあ、今月か来月、来月ぐらい。遅いぞ。とりあえず、ケイジ君も TikTok アカウントあるけどさ、うん、ああ、何が始まるんだろう。なんだろうね。まあ一応、ホームページにはね、うん、載せてある、うん。なんかフォローしてくれてる子もいた。ああ、マジ？早い。じゃあ、ホームページ見たのか。そう。他になんか載せてるの？載せてないまで。なんじゃあホームページ、すごいね。すごい嬉しいよね。え、何あの一緒にギター弾くのベースとか弾いてるよね。ああ、俺がね、ギターとか弾いた動画、うん、あ、よろしくお願いします。ぜひ見て。いい感じなんて。あ、概要欄で。あ、概要欄、概要欄にリンク、概要欄にリンク貼っとくんでね。よかったら見てください。っていうの見たことあるよ。あるあるね。それこそ TikTok にもさ、カバーとか上げてもいいんじゃない？やりなよ。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 聞きたいよ。あ、僕ですか。出し惜しみせずですね。あ、でも、いろんな曲聞きたい、俺。ああ、まあ確かに。こんな歌い方もできるんだ、うん、ああ、こんな歌い方もみたいな、ちょっと見たいね。じゃあ、まあ、検討はします。検討は前向きに、前向いてこな。まあ、わかりました。この動画が出る前に一本。この動画が出る前に一本や。いい、それ。結果は分からんけど、あとじゃダメですか。最悪、じゃ最悪当日か翌日。うーわ、え、あ、いいね。
まあそれはね、この動画が上がったところわかると思います。まあ皆さんもお気づきの通り、FENE はこうやって話です。まあ本当によくあるです、うん、こういうやりなよ。ノリで決まることとか結構あるよね。うん、うん、なんか、あこれいいじゃんみたいなとか、うん、決まることとかは結構あったりするね。その場のひらめきとか、うん。まあだからあれですよ。それこそこう見てくれてる皆さんもなんかこれやってほしいとか、これ見たいみたいなのがあったら、全もうぜひぜひ私の方に。あそうね。なんかそう言っていただければ。うんいいじゃんってなったら本当に確かにやろうってなるんで、うん、やれんじゃない本当に、うん、まあ、うん、多分そうだね、うんうん、あいいじゃんそれ採用、うん、それこそこの動画のコメントとかにも、うん、なんかあコメントね、うん、そういうのね、うん、あったら嬉しいですコメント少ないというかほぼないもんだだって唯一ついてるコメント、ね、俺が時間の表記間違えた時のコメントだけあったわあったわあれね、そんなあったんだ、うん、あれが唯一のコメントが額がないところが出てしまったちょっと額がないところがコメントファーストコメントしづらいだろうけどしづらいよねうんだここぐらい埋めといてあ俺がみんなが続くように俺もやるわじゃあ俺もやるまあいいじゃん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 この動画から始めようか、うん、じゃあいいじゃんいいじゃんいっぱい埋めて先陣切って公演でしときますか盛り上がっとる感出したいねうんうん、そうです、1個目1個目おもろ俺が1取って意味あんのかよ早い早いって早いのがいいじゃん一番だからね出すやつだから一番最初に言うつけるか分かってるかな出すやつ、ね、じゃあなんか作りますじゃあやったー！何ができるかは分かんないですけどじゃああとはこの場の3人に託して今日は牛もも肉のタリアータを作っていきたいと思いますお待たせいたしましたおおおすごい牛もも肉のタリアータでございます、うまそううわ、付け添いもすごいおしゃれ付け添い付け合わせ付け合わせ付け添い用意ちょっとねうわ、やめてよ、ほんとこぼしたりしないでこんな感じです見えてんのかなすごく暗いかもしれないやべえ、うまそうあ、完全に俺の作った飯にピント合ってるあ、こぼしたそう、タレこぼしたカーペット張り替えたばっかでは、ということで皆様、お待たせいたしました牛もも肉のタリアータ完成いたしましたやりますねうまそうだね、まあ、見た目はうまそうだよねめちゃめちゃええ、中身はいや、まあ、わかんない俺はうまいと思うちょろっと味見しただけなんですじゃあちょっと食べましょうかはいはい、はい、じゃあちょっと食べていただいてはいはいじゃあ、はい、あのニンニクチップと一緒にいいねはいはいはいいただきます、はいはい、ソース足りなそうだったら言ってほしいもしかしたら足りないかうわお肉めっちゃ熱いじゃないですかいいんすかこんまいいんすかおいしいいただきますうん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 いただきますうん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 どういけるうんうんうんじゃあちょっとみんなが食べ終わったら私なんかこの赤身の感じとソースにこのガーリックのチップがすごいあってすごい美味しいそこらってうまいマジでいただきますうまシェフはい一個追加してよもっと食べたい追加のお肉何やねんそれ食べたい
かしこまりました。じゃあ追加のお肉ね、持ってきますよ。お願いします。うぃー、ナイスナイス。これでいただくよ。これで全部だよ。食べたい人、最後の1枚。うん、はい、はい、うん、ではじゃんけんしましょう。はい、じゃんけんね。最初にね。うん、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 じゃんけん、ぽい。絶対勝つと思った。俺も勝つと思った。パー出すもん。パー出す、そうだよね。ない、どういう読みやねん。え、僕パー出す人でした。パー出す？ほんまに？うん。うわ、明日からご用意しよう。賞は何出すかわかんないけど。うん。パー。やばい、パーが。あれれれ。本当ですか？マジで。初めて気づいた。これラスト1枚をかけて。これ、じゃんけん買った方が今日の優勝者です。なんかあったん今日。優勝者は本日の締めの一言です。そうです。おっと。おっと。思い気が怪しくなってきたね。勝つぜ。やる気が。それはそれで。しまらんか。刑事が最後の一言か。しまらんか。怖い。怖い。まあでもそれも含めてちょっと見てみたい。じゃあ行きましょう。最初はグー、じゃんけんぽん。はい、マジで勝ったと思った。よしよし、よかった。ありがとう。危機回避。ありがとうな。ありがとうな、本当に。ああ、勝ちたかった。勝ちたかったんだ。すごいね、すごいね。でも、そんぐらい欲しかったよね、うん、実際に。うん。じゃあ、よかった、よかった。うん。次からはこれの、2倍、いや、3倍ぐらいの量を用意してもらえたと、僕らは。満足しないです。なるほどね。ここはね。ここはもうここだけはお腹いっぱいなんで。じゃあ、次は、肉屋に行ってくる。あの、今日の量じゃ足りないから。ちゃんと分かった。うん。でっかいやつね。仕入れて。でっか。でっか。でっか。それ生きてる。それ生きてる。絶対魚だって言うよ。魚だ。絶対。釣りました絶対魚今の。なんか言い残したことない？言い残したこと言い残したことね。残したあ、でも本当に、うん、これは本当に伝えたいというか、うん、言いたいことなんですけど、はい、あれですね、やっぱりこの、僕らの今この小規模チャンネル、うん、小規模チャンネル、うん、はい、YouTube が登録したの、うん、何十人とかっすよね。うん、そうですね。ツイッターとかインスタも本当に何十人とか100人とか、ほんと少ない。まあ、それも全然多いっすけど、うんうんうん、多いんだけど、まあ、まだまだちっちゃい、うん、バンドとしてもちっちゃいのに、まだこうやってこの動画も見てくれる人が、多分再生してくれる人がいるわけで、うん、そうだね。動画を見てもらって、うん、まあ、それは本当にありがたいなというか、うん、SNS とかも更新したらさ、なんかもらえるじゃん。うん、なんか、応援してますとか。うん、頑張ってくださいみたいに言ってもらえるのめっちゃありがたいし、本当原動力だよね、確実に、うん、それでもっと頑張りたいなと思うし、うん、でも自分たちじゃ完結できないものを音楽楽しむだけだったらあれだけど、発信してやってってるから、やっぱ聴いてくれる人がいないと成立しないし、少なくてもやっぱ今聴いてくれる人がいるってことがもうめっちゃありがたい、うん、うん、ので本当に感謝です、うん、リーダーやる？めっちゃ心刺さった。あり。ありもう、かばりますか？リーダー。見守る役。じゃあ、見守りリーダーは、あの、僕らでしっかりリーダーやってもらって。僕が。僕別にしっかりしてはいないんですけどね。まあね。まあ本当に、まあしっかりしてない僕でもやっぱりその、ありがたいなっていう。うん、まあ気持ちは本当に、あるから、こうやって言える。うん、うん、うん。で、それこそだから今年ライブやりたいっていうのも、うん、だから、ね、ライブやった時はぜひ、もう見てる人は来てほしいし、うん、うん。どんどん新しい曲も出すみたいな。うん。それも、まあ、ミュージックビデオとかも、こういう、なんか、ふざけた、うん、ふざけた動画を、まあ、見てもらえるのは本当に嬉しいので、うん、ぜひ、よろしくお願いします。はい、もぐもぐ、終わったかな？じゃあ。そうだね。じゃあ、最後は、ね。優勝したもんね。優勝した。まあ今日の優勝者の僕が締めてもらいましょうか。まあこの動画ここまで見てくれてるってことはね、好きやんな。結構好きです。と思われるね。好きだね。そうそうそう。
そうですね。か、よっぽど暇か。よっぽど暇もある。あるよね。今日は、そうね、ケイジ君の歓迎会も兼ねた FNE の今後話し合おうってことで。まあ、いろいろ決まったよね。そうね。まず第一にライブをしよう。初ライブしたい。はいはいはい、はい。まあ、これまで通り音源のリリースとか MV とか撮って。ガンガンしよう。そうね。あと、暦の歌をね、全世界に歌いたいって。めっちゃ遅い。野望がそうね。全世界に全世界に出していこう。全世界にね。で、3つ。まあ、で、あと、動画とか。あと、バーベキュー。出た。バーベキュー。出ました、バーベキュー。言いたかった。大丈夫バーベキュー。もう結構言いたくて。バーベキュー、一番でやるでしょ。ありそうです。優先順位、バーベキュー。バーベキュー、ライブとか。バーベキューの力のこもり具合、そうだった。バーベキュー。あと、バーベキュー。バレたか。ってな感じでね。まあ、目標も明確に決まったんで、それをちゃんとやっていけるよ、ね、そうね。ほんとね。せっかく4人になったんでね、ケイジ君も加わって、うん。こんな感じで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。頑張ります。お願いします。ということで、この動画がいいと思ってくれた方は、グッドボタンと、はい、いいね、あら、グッドボタンと、チャンネル登録、よろしくお願いします。あとコメントとかもね、してくれたら嬉しいなと思ってます。まあ、そうですね。あの、1個目は先陣切って僕はやるんで。そうだった。2、3、4、5、6は。皆さんにお願いいたします。みんな連れてきて。よろしくお願いします。ご要望と感想とお願いします。ということで、以上、FNE でした。バイバイ。ありがとう。バイバイ。長かったね。ありがとうございます。